はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコンインサリアムリップレとサメガラチャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日がですね、5月の10日の水曜日、時間がですね、午前10時45分というところで、今日の動画を撮影しております。今日もですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますやっばーということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々,日々配信しておりますので、今日の動画を見て、参考になったな、めになったな、面白かったななんて思っていただいた画面の前のあなた、忘れずにチャンネル登録ボタン、そして高評価 ボタンこちらも忘れずにお願いします、えー、そしてですねベルマーク通知をオンにしてチャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたしますよということで早速早速、えー、始めていきたいなというふうに思いますが、えー、本日5月10日何の日か皆さんご存知でしょうかねゴッドの日でございますはい何度ゴッドに挑みに行ってやられたことでしょうか今年も <laughs> 今年はですねあのハーデスまだ出てきてますからはい皆さんチャレンジしにてる方多いんじゃないかなと思うんですけど金棚お揃いねはい まあ <laughs> ねえー、やられるように気をつけてくださいよ。 はい、ゴッドの日なんて会ってないようなもんですから。<laughs> <laughs> まあ、そんなところはさておきまして、はい、早速始めていきますけれども、一番最初にちょっと告知だけさせてください。もう、昨日の時点でね、告知して、かなりの方がもう参加してます。もう大好きやな、みんなって感じだけど、はい、えー、僕のね、おすすめしている仮想通貨の取り場、えー、デリバティブやったらもう今、一択です。今、特に現在ね、現在の現行キャンペーン考えたら一択。このキャンペーンは、モラーナソンっていうレベルのキャンペーンやってますので、えー、ぜひチェックしてほしいんですが、ZoomX、Twitter、えー、の固定ツイートにしておりますので、 まあ、そちらご覧いただけたら、えー、すぐに講座解説して、えー、参加詳細も見れるようになってます。はいそちらぜひ、えー、活用してください。はい何かと言いますと100%ボーナスバック。でしかもですね前回に比べると、えー、倍になっております。はい、プレゼントがね。はい、200ドル入金すると 200USDT のボーナスがもらえる。もう100%ボーナスバックですね。にプラスアルファ新規講座解説してねあのー、ツイッターのアカウントフォローするだけ20ドルもらえるんでもうその時点220ドルもらえますよ。もう完璧。なのにもかかわらずそれにプラスアルファしてスペシャル宝探し のこちらで200ドル入金したら200トレジャーチケットもらえ,もらえちゃうので最大1000トレジャーチケットまでしかもらえないんですけどまあそのね45分の1かもらえちゃうわけで。 はい、そちら,、えー、も,らもらえちゃうプラスアルファになってるのでもう今はもう z o o m x 一択でございます新規でこうねデリバティブ取引したいなっていうデメリットはもう現物の取引できないだけはい、なのでトレードするあの、メインはトレードなんだっていう方はもう今は z o o m x 一択ですのでえー、今現状はですねこちらの、えー、取引所をぜひ使ってみてくださいはい、えー、一応動画の概要欄そしてコメント欄の、えー、固定コメントには両方ともですね ZoomX の講座解説そして、えー、その最大 1BTC がもらえるっていうさっきのトレジャーハンティングのねはいち、えー、トレジャーチケットもらえる 参加ページ、えー、こちら貼り付けておきますので、えー、そちらから、えー、トレジャーハンティングも忘れずに参加しておいてください。一応ちょっと補足しておくと、このね、100%ボーナスバック、KYC は不要です。はい、バイビットがね、KYC もうやらないといけないよってなってますが、まあ、それに対抗してっていう感じかな。うち KYC せんでもいけますぜっていうところ。まあ、これはもう多分ね、大きくなってくればくるほど、KYC またいるようになってくるんで、今のうちって感じで思っといて、はい、KYC 不要でできますが、えー、やり方としては、講座解説します、この URL からね。 はい、この今すぐ講座解説っていうところまあ動画の概要欄コメント欄でも OK 講座解説した後必ずモバイル認証を行ってくださいモバイル認証いいですかこれやらないとあのー、もらえないんではいでこの参加詳細、えー、のところのページに飛んでもらってで参加ボタンを押すんですがね で参加ボタンを押す前にですね、あ、参加メーター、ごめん、ボタンを押してね。ボタンを押して、モバイル認証して、参加ボタンを押して、で、その後にですね、この LINE の ZoomX、日本公式の、えー、オ,フィシャルペオフィシャルアカウントがありますから、それを友達追加する。ここまでやって、で、その LINE のアプリより、え UID、ー。 を申しし込みフォ,フォームに入力したらもらもえますよっていう手順、まあ、手順は自分で必ず読み込んでくださいね。これ結構失敗して結城さんどうにかなれへんって言って何とかした方いっぱいおるんですけどできるだけ手順に沿ってやってあの失敗しないように何とかできない場合もあったりするから、はい、あの何とか,何とかあのできる時はしますけどあの基本的にはできないと思ってもらってちゃんと、えー、詳細読んでどういう手順でやったら、えー、ボーナスもらえるんですかっていうのは見てもらってから参加してくださいよ。はい、それれはは忘れずにやってください、はい、といととうことで ただいまですね、もうデリバティブはもう ZoomX 一択ね、もう総合的に為替もなんやかんや触りじゃやったいもら FXGT、えー、の一択ですね。はい、というところになってますので、ぜひこちらはね、活用してみてください。はい、使ってみてください。はい、ということで、もう早速ですね、えー、今日も京都で、えー、ビットコインからチャット分析していきますけれども、うん、もうね、昨日散々喋ったんで、あの今日はもうさらっといきたい。うん、もう、さらりとした梅酒ぐらいさらっといきたいから、あのサクッといきましょう。 もうね今日はもうさっき言っときますけど、えー、今現状、えー、一旦上に降りそうな形になってきてますのでただそれでも僕は戻り売りを狙っていくポイントね、えー、デイトレベルでね、えー、戻りをり狙っていけるポイント4時間足レベルの戻りポイントっていうところを今日は皆さんに伝授していきたいなと、えー、いうふうに思っておりますので、えー、そちら是非参考にしながら、えー、シナリオ作りしてもらったらいいかなと思いますしもう今この見てる画面であのー、閉じた方はだいぶ有給 の動画を見続けてきた方でしょうねああもう勇気が戻り売りしようと思ってるポイントあー分かった分かったはい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 なはいなっつって <laughs> 閉じた方もいるかもしれないぐらいはいもう分かりやすくしてます今日ははいではやっていこうはいということでえー一応ですね一旦1時間さっき見るけど何が一旦戻りそう要は反発しそう一旦上に降りそうっていうところが見えてきてるかっていうとまず1時間足レベルやとついに 高えー、安値の切りり上げここれねが起こりましたただまだ高値を切り上げたわけではないのでそこに関しては、えー、一旦、えー、トレンドレスとなってると、はい、レンジと言われるところですね、まあ、基本トレンド転換っていうのはこれセオリー中のセオリーやで、まあ、たまによくやるのはこのおじいちゃんと言われる V 字回復とかあったりするけど、まあ、これはまれですね基本的に何が起こりやすかっていうと例えば下降トレンドがあった場合必ずレンジボックスですね、はい、トレンドレスがあって トレンド転換ってするのがこれ基本ですね、これ逆も一緒、上昇トレンドがあったとしてトレンド転換する場合は1回レンジを挟んで下落してくる、下降トレンドに移行するっていうのが、まあ、基本中の基本なので、まあ、今ちょうどそのトレンドレスが起こったということで、一旦ですね上に降るかもしれないやっていう目線が作れるということですね、これが基本中の基本の目線の作り方というか、目線の変え方ですね。はい まあこれはもう、軌道もある程度、えー、説明してたので、はい、高値、えー、安値、高値、どっちか切り下げを終、えー、えないとダメなんだよっていうところね、えーさ、逆張りになっちゃうんだよっていうところ、まあ言ってましたが、えー、そのあたりを作ってきたと、はい。で、今現状がこの1時間足レベルのダブルボトムが、まあ、ネックライン付近って感じだけどね、はい、ネックラインで止まってますが、まあ一応作るかどうかっていうところまで来てると。なんで、まず1点目はここですね。はい、分かってもらえると思いますが。 まず1手目がちょうどここ要はダブルボトムのネックラインからダブルボトムからのダブルトップですね狙いの、えー、一旦ショート、えー、のポイントまで到達してるとまあこれに関しては短期ですねはいただえっ、ー、とね今現状ねそのもうちょっと降りそうだっていうところも考えるのに、えー、とちょっとこう補助するのがちょっと今日本語ちょっと難しかったけどこれね前回の下落をちょっと参照したいんですけど前回こんだけ下落して。 で、えー、戻りがあって、またね、ダブルトップみたいな形から落とされたわけなんですけど、これに関しては、戻りが0.5戻りしてるわけですよ。フィボナッチ当てはめてみるとね。当てはめてみると。はい、当てはみるとみたいになってたけど。<laughs> 今日はちょっと甘がみしてたやからあの、その辺は許して。はい、0.5戻しがあったというところですね。なんで、今回も同じぐらい、まあ、一応、健全な戻しとすると0.382とかね言われたりするんですが、まあ、今回の下落も当てはめてみましょうよというところですね。ここまで下落しましたよと。 はいで当てはめてみました。そしたら今まだ0.38にも届いてない。まあ今現状は抵抗体というところを起点、えー、にですね背に、えー、ショートという形になりますがまあ戻り売りを狙う、えー、ポイントとしては若干浅い感じで、ね、戻りが浅い。まあえっ、ー、とーまあ押し目で言うとパンパスローライズパンパスって言われる部分ですね。はい。なんですがまあローライズの、えー、戻りになってるのでそれに関してはちょっとこう何て言うかな。 売売るのも売られるののももられちょっっとと少なななめになりそううだなっていうところ戻りがあればあるほどやっぱりねある程度エネルギーが溜まりますからその分落としやすいって感じで大きく落としやすいっていうところにはなりますのでまあ大きく戻して売りたいなと大きくあの落としてほしいなっていうところであれば、まあ、もうちょっと上まで引っ張ってくれた方が、えー、期待値は高くなってくるよと。 はい、ただ戻れば戻るほど今度はねあの上昇トレンドに転換してくるっていう可能性が出てくるんでまあ、ある意味逆張りチックにはなってきてしまうんでここってすごい表裏いったら、ね、難しいんですけどまあ基本的には狙いは今現状。 三蔵も決まってるし一旦下目線で戻ってきてくれてるじゃあ戻り売っていこうよっていうのが僕の中ではセオリーやと思ってるしそこブレさすともうなんか感覚トレーダーというかもうなんとなく売る買うになっちゃうんで、まあ、そこはまあマ,イマイルールというか自分はブラさずにっていうところで考えてるんで、まあ、戻り売りを狙っていくっていうところですねはいで、えー、あと2つ今現状がこの、えー、直近の安値の切り下げラインですね黄色のトレンドラインプラス高値の切り下げライン トレンンドライ2本交わった部分プラス、えー、直近のダブルボトムのネックラインという3本の矢が揃ってる部分に到達してるんで1点目の戻り売りポイントで次が直近ねここ1点安値があるんですがそこの水平線ですねここに対して、えー、戻り売っていきたいこれちょっと4時間してまだ、えー、補足説明しますがはいでもう1段上まあ、直近の矢安値ですね着着 <laughs> 今日やばいな。口回ってない感じがするわ。昨日ね、あの夜中にあのともみんのスペースに行ったんですけど、無理やり2曲歌わされてね。ちょっと。 <laughs> <嘘やね笑>そうえー、とこれねね直近のの安値に対しての裏立ちです、ねはい、ここに対しては1時間足も関わってきますが1時間足の 200EMA200MA とかもあるのでこの辺りは抵抗されやすいんじゃなかろうかというところで、えー、200MA、えー、上抜けるまではここは、えー、ショーと思ったら、えー、損切りせずにって感じですかね。なんででリ,リスクはこの辺まで 損切り幅はこの辺でショート持つポイントはここで直近の安値ぐらいまで引っ張っていけると思うんでリワードは一旦こんだけけどそのまま落としてくるんであればさらに下落してくるえそれこそ2万6000とかまで落としてくる可能性があるんでえそこに関してはえリスクリワード的にも全然問題なしな、えー、トレードができるんじゃなかろうかっていう算段でございますはいというわけでこの3点なんですが、まあ、ちょっと1点心もたないポイントありましたよね、えー、2個目のポイントここですねこ,このポイント この直近の、えー、もう一点下の安値ですねこの辺りなんですけどこれはねちょっと四時間足を補足しますこの黄色のよいしょ黄色じゃない黄緑色の水平線のところにちょうどね四時間足の 25EMA が絡んできますここですね 25EMA なんでこれを背にショートしていきたいという感じですね はい、なんでこの直近のこの安値ね安値の水平線プラスプラスアルファ、えー、25五エメ4時間視のね、はい、を背にショートを打っていきたいという感じですなんでこのまま、えー、今現状打って抜けたら、えー、一旦損切りして次、えー、もう一段上上,上上がってきたら 28, 11,、えー、2 8 1百0 3 0ぐらいかなこの辺りでさらに売り打っていきたいでもう一段上に抜けられたらしっかりと損切りをして再度、えー、28,350から1か 400くららいいかな 28, くらいまで、はい、この辺りまでで、えー、ここにちょうどしかも 200EMA4 時間足の絡んでくるわけですね。ということは売りやすいポイントでしかも直近の安値の裏立ちも挟んでる、えー、これはもうやっぱり絶大的に、えー、売りに信頼を置けるようなポイントになってくるかなというふうに思ってますので、まあ、この3点ぐらいを、えー、戻り売りするポイントとして押さえといてもらえるといいかなというふうに思います。はい、でロングを考えるんであればうーん4時間足レベルでやっぱりね えと安値の切り上げが終わるポイントなんでここなんですよ結局28,400ぐらいねここを上抜けてえ例えばやけどこのね黄色のゾーンとかで裏タッチ入ってきたりとかするとようやく安値切り上げで,えで高値はまだ切り上げてないんであのトレンドレスっていう形を作れるとでそっからトレンド転換するかどうかっていうようやく目線が作れるかなと思うんでまずはえせめて4時間足レベルでもえ安値の切り上げが確定しないと ちょっと大きなロングは狙いにくい,、はい。デイトレぐらいのロングはちょっと狙いにくいのかなっていうところ。なんで今も言うてもスキャルピングから、まあ、デイトレ寄りの感じの、えー、トレードになるかなっていう、えー、売りポイントですね、はい。ただロングに関してはさっきも言った通りちょっと難しいポイント。はいえー、ロングを考えるにはちょっと、えー、根拠が足りないような形にはなってるのでそこに関してはロングはもう少し待ちかなっていうふうに僕は思ってます。はい、ロングに対してはもう少し待ち。うーん。 せめてやけどせめてやけど例えばやけど1時間足でまあこの辺りでね抵抗されて一旦落としてくるけどそれこそ 25EMA にサポートされるここですねせめてここの辺まで待ちたいなっていうところですねロング打つのであればはい、今はちょっと難しい例えばやけどそれこそトリプルボトムとか作ってくれなとはまだね分かんないですけど、うん、それで、えー、ネックラインはここなんで次のボトムのここは狙っていきたいですねはい ここのサポートがあるようであれば狙っていきたい。で、ネックラインまで一旦見ていって、でもし上抜けてくるようであれば、さっき言った通り、この。 この、えー、影響力の、えー、上昇、上に落ちが出てきますから、えー、そのあたりまでしっかりとおい、えー、しくいただいてもらって、でそこから先は、えー、もし、えー、抵抗されるような動き、ダブルトップ、えー、3ゾーンとか作ってくるようであれば、えー、打っていくという形。うん、そのあたりではまたね、あの新たな根拠が出てくる、ショートする根拠が出てくると思うので、まあ、そこはまたね、えー、次の動画でご説明できたらなというふうに思います。はい なんでロングに対しては、えー、今言ったポイントぐらいかなというところです基本的には今は戻り売りを狙っていくような、えー、僕の中ではチャートに見えますのでまあ、そのあたりはぜひですね、えー、参考にしてみてくださいはい。そんなところでございます以上でございますはい。では続きましてがイーサリアムうーんイーサリアムもまあ、同じやねやっぱりね基本的にはね変わらないって感じですね よいしょまずはちょっと1、えー、時監視見ていきますけど1時監視は25位目の上抜けできるかどうかっていうところを今試してきてますよっていうところですねまあただビットコインみたいな綺麗なチャートではないっていう感じですかねはいまあけど聞けるとしたらこの感じかなうーんまあちょっと雑すぎるんでねこれはこれをフラグというには僕はちょっと足らないなっていう感じはしてるんですよねうーん ただ、まあ、見た目は一緒。見た目というか考え方は一緒。これね、前回のこの高値から一回ぐっと、えー、落としてきて、戻りがありましたよね。戻りがありました。その戻りがやっぱりだいたい0.5戻しぐらいしてるんですよ。はい、で、そこからまたさらに続落という形をしてるんで、まあ、今回もこんだけの動きじゃ、まだあの上昇だとは言えない。うん ただ、まあ、挟んでもいいポイントではあったかなっていうところ。まあ、これはもう、えっ、ー、と、前回の動画で説明してると思うんだけど、ここのね、直近の安値プラス、チャンネルの影、ここでおたろんしてる方に関しては、ロングは持っといていいと思う。うん、ここに関してはロング持っていい。えー、これは、えー、完全にね、あの、ちゃんと期待値のあるポイントになる,なると僕は思ってるんで、ここはロング持っといていい。ただ、えー、このあたり、戻ってきたところで売っていくっていうね、えー、短期のショートを持っておくことによって、リスクヘッジはできるかなと思うんで、それに関しては、えー、挟むっていうのはあり、両立て的な考え方は一つありかなっていうふうに思ってます。はい。 で、えー、イーサリアムに関しても、短期の話でいくと、ショートは売っていきたいんで、えー、ショートの売っていくポイント、2点、イーサリアムは2点、えー、ご説明していきます。はい。これに関しては、今現状、直近、もうすぐすぐぐらいなんですが、えー、直近の安値、下髭先で水平線を引くと、今現状、このあたりというところ。それに、間もなくですね、えー、4時間足レベルの 25EMA がかぶってくると思うんで、まあ、このあたりはやっぱ売りやすいよねっていうところですね。 はいこの辺りは売りやすい。で、ここでロング持ってる人も、チャンネル割れたらしっかりと損切りしてね。で、ここでショート売った分を伸ばしていく。そしたら、ここの微損撤退は十分利益に変えれるはずなんで、まあ、それが両立てのいいところ。うん。なんで、あの難しいなっていうところは両立てし,しておくっていうのは一つあり。ありよりはべり、まそこに。でございます。はい。まあ、そんな感じの考え方。今現状は、えー、直近チョキの、えー、下逃げ。 先の水平線に抵抗されていていなおかつそこに 25EM が絡みきテしてくるんで、ね、そこに対しては売られる可能性があるそこはもう素直に、えー、ショート持っていこうよというところですね短期の、えー、目線としてはね、はい、でもう一段上にもし上がってきたとしても、えー、その上にですねちょうど 200EMA4 時間足の 200EMA プラス、えー、直近ね実体験であるしかもこの3ゾーンの実体験のネックラインという感じに見えるこの黄色のゾーンですね黄色の下髭ゾーン この辺りでの裏タッチっていうところもやっぱりね十分売られるポイントにはなってくるかなと思ってるのでここに対してもやっぱり、えー、ショートは持っていきたいという感じですね、はい、でターゲットはこのチャンネルの加減いっぱいぐらいまで一旦のターゲットでそのまま終わってくるようであれば続落っていう形になるのでまあさらにその倍ぐらいの値幅が出てくるんじゃないかなっていうところです、はい、でしっかりと例えば1740とか50ぐらいではしっかりと利確しておくみたいな感じのまあショートの目線になるのかなというところで考えておりますのでこの辺り是非参考にしてみてくださいはい そんななところかなまあ一応えっ、ー、とー戻りをいっよいしょ0.5戻しよっほっね0.5戻ってきたらちょうどこの黄色のゾーンになってくるわけですよってことはフィボナッチの1、えー、本の矢えー、プラスアルファされるので、えー、4時間足の 200EMA フィボナッチの0.5 で、プラス、えー、水平ゾーンっていうところで3本の矢が揃う、揃,う揃い分みするポイント。なんで、この大体、えー、だいたいま価格でいくと、まあ、これはもう本当に参考価格よ。えー、1880ぐらいかな。うん。約80。で、えー、前後10ドル幅ぐらいあると思うけど、10ドルから20ドル幅ぐらいはあると思うけど、まあ、そのあたりを狙っていくような形のショートは一つ僕は優勢、えー、があるんじゃないかなというふうに思ってますの、ね、で、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。まあ、イサリアムに対してはそんなところですかね。うん。 まま一応安値の切り上げを行ってますねはいただまあまだ高値の切り上げっていうのを行ってないんで先、えー、もビットコインで言ったような形になっていますよというところです。はいよいしょそんなところやねー。 うんもう一時監視もねその同じようなところ1880ぐらいかなこの辺りって 200EMA200MA が絡んでて 100MA が、えー、上から 200MA を、えー、下抜ける形要はデッドクロスみたいな形で降りてくるのでやっぱここに対しては売られやすいんじゃないかなと思いますそこはもう素直にショートの方が僕は、まあ、優位性が高いという判断ですねはいそこに関しては、えー、ぜひですね参考にしてみてください,ほいでは続きまして最後、えー、リプルちゃんいきましょう よいしょ。リップルも基本的には戻り売りを狙っていきたいなという感じで考えてます。はい。まあ一応ね、安値切り上げてぐいっと上がってきてるんですけど、まあ十分戻り売れるポイントがあるので、まあそこに対しては素直にショートを打っていきたいよという感じです。はい。ただ直近の最安値ですね、に対しての裏は効いてないので上、上抜けてます。もしくはこの4時間足で、まあ実態で戻してくるような形になれば、よいしょ。安値券ではあるものの、 こここの形ででねここ左肩安値家の三尊なんてそんな当てにはなれへんねんけどまあこの辺りで三尊みたいな形になってさらに続落っていうパターンを作ってくる可能性があるんでまあ、四時間足のこの黄緑の線。 えーと0.43ですねまあ0.43もずっと言ってた、えー、ラインにはなるんでまあ0.43ここを下抜けるような形1時間してみてね今上抜けてるけどさらに下抜けてくるまあここ、えー、ブレイクした時にショート狙い入っていくかもしくは右肩作りに行く時、まあ、ここで多分ね25四柄がさらにこうかぶってくると思うんでその時のこの右肩狙いのショートここは一つ優位性があるんかなというところですね。はい で、えー、もうちょい上に伸びた場合でも、えー、戻り売りやすいポイントとしては1つ挙げておきたいのが、えー、ここですね、えー、0.44ですね0.44、まあ、直近の安ねひげ、えー、先2点があるポイントです、はいまあ、僕が最後、えー、レンジの加減とか、えー、仮定していたポイントですねこの辺りが戻り売りしやすいポイントにはなってくるかなというところです、まあ、一応フィボナッチ当てはめとこうかよいしょ うん、ほら、もう綺麗ね。やっぱ0.5戻し、半値戻しで落としてくる。まあ目線的にも、まあ、十分、えー、補助もできると、はいえー。補助の根拠も見つけれるというところですし、えー、4時間足の25円目も絡んでくるというところなので、まあここに対しては、えー、基本的にはやっぱ売っていく、えー、方向性の方が、えー、シナリオは作りやすいし、リスクリワードのいいトレードがしやすそうというところですね。はい。なんで、この2点。 えー、さらに、えー、割ってきてさっき言った安値の三増、えー、を狙ってくる、えー、ショートのポイントかもしくは、えー、この25円目を背に、えー、ショートですね。はい、で、えー、0.44上抜けたら、えー、損切りをしていくと。はい、で僕がもし、えー、ロングを持ちたいんであれば25円目上抜けた後サポートが入ってからのロングですね。 ここの裏タッチングロペスのパンパス外は考えるけど、それまではちょっとロングは取りにくいというところです。まあこれに関してはビットコイン、インサリアム、えー、リップル、まあ全て同じですね。今現状ロングを取るポイントではないかなと僕は思ってますよというところでございますので、まあこのあたりはですね、短期の指標として参考、えー、にしていただけるといいかなというところでございます。はい、ということでですね、えー、今日は、えー、ようやく20分ちょいぐらいで、えー、動画が収められました。 昨日、ほんま、ちょびっくりしたな。僕も 30, 30分超えて40分近くなってると思ってなかったけど、はい。とりあえず今日はね、20分前半で終わったんで、えー、動画見やすかったかなと思います。<laughs> はい、えー。本日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました、えー。今日の動画が参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、えー、画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタン、高評価ボタン忘れずにお願いします。えー、あとはですね、ベルマーク通知をオンにして、チャンネル、そして動画の前をぜひぜひよろし,よろしくお願いいたします。はい。 えあとですね、えー、冒頭にも言いましたが、えー、ただいまですね、えー、デリバティブの仮想通貨取引所は、もう ZoomX 一択と言っていいかなというふうに僕は思ってます。今現状のキャンペーンを鑑みての話ね、はい、キャンペーンが変わればまた移り変わっていくとは思うけど、今現状は ZoomX 一択かなと思ってます。はい、100%、えー、ボーナスキャンペーン、えー、200入れたら200、えー、最強ですね、はい。もう300はね、どうしても定員があったし、なかなかもらえない方も多かったんですけど、今回この200に関しては定員はないので、はいあのー、手順をしっかりと読み込んで、 えまずは口座解説してね講座解説して手順を読み込んで、えー、手順通りに、えー、申し込みまで、えー、進んでもらって200ドルもらってプラスアルファ20ドルの新規ボーナス、えー、新規口座解説のボーナスももらって最大220ドルですねボーナスを持った状況でなおかつその入金をしているという現実がこの、えー、スペシャル宝探しに、ね、の、えー、トレジャーチケットをもらえるという、えー、ポイントにもなってますのでそ,そちらにも、えー、活かしてもらって。 なおさらに、えー、ボーナスをもらって、さらにさらにですね、積み上げてボーナスをもらってもらって、えー、ぜひですね、えー、この ZoomX、えー、使い始めてみてはいかがでしょうか。基本的にはバイビットが、えー、携わってるので、えー、UI であったりとか、えー、アプリに関しても、ほぼほぼバイビットと一緒。なので直感的に触ってもらえるかなというところもございます。はい。ということで、今日は以上で終わりたいと思います。また明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー